Welcome to the world of Chichibu Ben. Chichibu が大好きなデニース・シュリックベルノです。今日も Chichibu Ben を勉強していきたいと思います。今回紹介するのは、無視。こんにちは。こんにちは。いや、まだがんす、無視。急に春になったようだね。昨日まであんなに寒かったのに無視。何の無視かと思いましたが、2回無視が使われていましたね。急に春になったようだね。昨日まであんなに寒かったのに無視。無視っていう言葉ですが、これは申す、申しという言葉がなまったものです。いただき申すと昔言ったものが、その申すがいただきますのますになり、呼びかけの申し申しというのが、今では電話のもしもしに残っています。そのもしが、秩父では無視になまったということです。なるほど。じゃあもしかするとムシムシデニスですとなってたかもしれないんですね。秩父弁はユニークな言葉がたくさんありますね。あちゃ、さよなら。